こんにちは、さきです。はい、今日はインスタで、私インスタをねやってるんですけども、インスタでちょっとリクエストをいただいた髪の毛のヘアアレンジの方法をご紹介したいなと思います。すごい簡単なヘアアレンジなんですけれども、私なりにヘアアレンジをいい感じに見せるコツを踏まえてご紹介できればいいなと思います。はい、まず私はヘアアレンジするとき必ず髪を巻くようにしています。愛用しているのはサロニアのヘアアイロン 2way タイプの 32mm のやつです。今日はね、そうだ、すごいただのお団子ヘアをやりたいと思います。本当に超適当に巻きます。どっち巻きとかでもいいと思う。波でもいいし、普通にこういう風に巻くのでもいいしって感じで、本当に超適当に巻きます。できるだけでも根元の方から巻くことを意識して、もうなんなら表面だけ巻いちゃえばいいかなと思います。巻いた後は絶対に崩さないで取っておきます。髪の毛を引き出した時のふわふわ感が違うのでね、とにかくモサモサにしていきます。こんな感じです。2つ目のポイントは必ずスタイリングフォームをつけていきます。そうすると引き出した時に髪の毛が引き出したまま固定してくれるので、いい感じにラフ感を出せます。で、なんか私はね、髪質が結構ゴワつきがちなので、あんまりこういうのつけなくても引き出した時固定されるんですけど、多分サラサラで綺麗な髪の方は引き出してすぐへにゃーってなっちゃうと思うんですよ。なので結構固めのハードワックスとかをここでつけるといいかもしれません。私がよく使うのはこのシーズントリップのベルギースタイルっていう、髪と肌に使えるタイプのクリームっぽいやつです。で、これを取ってこういう感じ で全体に揉み込んでいきます。で、ここで初めてちょっとカールを崩す感じなんですけど、完全には崩さないような感じでいっちゃった方がいい。で、まあこういう感じにやります。こういう感じ。あ、これめっちゃいい匂いなんですよね。結んでいきます。7、3ぐらいに今分かれてる。それでそのまま結んじゃいます。こういう細めのゴムが好き。ただ下の方で1本結びをしていきます。ここでブラシとか使っちゃうと、もうカールが取れちゃってもったいないんで、ブラシは使わずに手ぐしでザザザッとまとめてきつめに結びます。ここがひっつめられちゃうぐらい、ひっつめられちゃうっていうの、なんて言うんだろう、わかんないけど。で、さらにきつく、きつくやっとくと、もう引き出した時にちゃんと固定されるので、ゆるく結んじゃうと引き出した時に不安ってなっちゃうので、ここできつく結ぶのがポイントです。お団子を作っていくんですけど、これも超適当。ここら辺でこういう感じで丸めて、毛先をゴムに引っ掛けます。で、崩しながらバランスを見つつピンで留めていきます。どうしよう、ピンで留めるよりも先にあれかな、ちょっと崩した方がいいかな。本当に爪の先っちょに髪の毛を引っ掛けるぐらいちょっぴし崩していく。で、今ここ引っ張ったんですけど、これの指1本分隣をまた引っ張るみたいな感じですね。で、私が意識するのはこの髪の毛のここの根元と、ここ根元ね、ここ根元、根元はちょっと引っ張った方がいい。で、あとこの前から見てバランスのいいところを引っ張る感じです。で、あとポイントはこの耳のここは、ちょっとね、ここ引っ張って耳を隠した方がちょっとこなれて見える感じがします。ここ耳がね、このまま突っ張ってるよりはここのたるみがいいかなと思いますね。あと
忘れずにこの耳の後ろのここもしっかりと引き出す。この耳の後ろも結構ポイントかなって思ってます。でバランス見てピンで、なんか私もあんまりね止め方よく分かってないんですけど、こう挟んでなんていうの、ピンの、あ違う、お団子の中央に向かって刺した方がいいかも。そうすると見えなくなるから、ピンが。ちょっといつもね合わせ鏡でこうね見ながらねやってるんで、ちょっと今日やばいかもね。どういう風になってるのか分かんない。遅れ毛的なやつ出したい時は耳の後ろぐらいからこう出して、ここも出して、もう一回バランス見て巻いたりして、必ずスプレーを使っていきます。でこういうなんか引き出したとことか、あー出が悪い、引き出したとことか、まあ、めんどくさい時はシャーって全部やっちゃう。はい、これで完成です。じゃーん、じゃーん、どうだろう、こんな感じです。はい、こんな感じで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。